はい、最後になります。長丁場になりましたが、皆さんありがとうございます。第13回目の東北風船ライブですけれども、これまでいかがでしたでしょうか。アップで株主席ありがとうございます。毎回毎回ですけれども、本当出演者の皆さん、演者たち非常に素晴らしいと、プロデューサーとしてもまあ家のこととか仕事のこととかになるわけですけど、3ヶ月に一遍ですね、この日をターゲットにパワーを注ぎ込んで、こうやって、パフォーマンスを見せてくれる、そんな出演者のメンバー、どうもありがとう。そして何よりもお客さんが来ていただかないと、身も蓋もないんですけれども、まあ、同級生の有出くん、ありがとう。クロスさん、ありがとうね。また出演して、サナイちゃん、ありがとうございます。バレー部女子の秋山さん、小田さん、北さん、どうもありがとうございます。本当に皆さん、お忙しい中、ありがとうございます。そして、内山くんや石山くん、その分のフットサル の友達の皆さん、最後までありがとうございます。ありがとうございます。お越しいただきましたこと、出演者代表として心からお礼を申し上げます。ここまで、このように大成功に、行ったと自分では思ってるんですけれども、最後のバズで下手こいったらちょっと、言われないように気合を入れて3曲、になりますが、最後までちょっとお付き合いを、していただければと思います。なんかいつもと逆のパターンでこうやるんでちょっとあれなんですけど、1曲目ですね、柳ジョージさんの曲で、フェンスの向こうのアメリカ、いいね、いいね、です、これちょっと平沢くんが好きな曲なんですけども、この曲は、柳ジョージさんが幼少の頃、横浜の本牧にあった、米国在日米軍基地、のことを歌った曲で、まあ、フェンスがあってその向こうは日本なんですがアメリカだったというような、歌です。ちょっと聴いていただければと思います。あ、忘れました、これフリーザーなんですけど、僕の攻撃能力は53万ですので、よろしくお願いします。何のこっちゃドラゴンボールのキャラクターです。だから何なんだ。じゃあ53万の攻撃能力の曲を聴いてください。フェンスの向こうのアメリカ。
時にはいつも変わらないこう街の様子なんですけれども、なぜかその風景がちょっと今日は悲しく見えるなと。失恋の痛手を克服するためにはもっといい恋をしなきゃと、恋なんていつでもできるじゃないかと、強がるということをこれまでも私はしてきました。そして乗り越えてきました。ですがやっぱりちょっと心が寂しいと、そんな若い恋を歌った曲です。聴いてください。黄昏のさよなら。あ、オリジナルです。Yeah.
社員でもう一度、やる予定です。7月21日の土曜日にまた行う予定なので、ぜひみんなでまた集まれば嬉しいと思います。これからも、同級生のライブ年に4回になりますけれども、息を長く続けていきたいと思います。ちなみにこのまま年4回のライブを継続したら、我々が還暦を60歳を迎える2020年に第30回、第50回が2027年、我々65歳、まだまだ、じゃあ第100回2039年、我々77歳、何生きてるか分かりませんけど、一人しか生きてなかったら、その一人が続けてください。そんなに長くできっこないとかですね、不可能に思うか、なんだできそうじゃんと前向きに考えるかで、神様がその人を長生きさせていただけるかも、知りませんね、先生。先々はそうなんですけど、まずは次回第14回を成功させるために、またみんなで明日から頑張っていきたいと思います。それが僕のこれからの野望です。じゃあ最後の予定になりました。これ終わりましたら、もうそこに見えますけども、魚屋道場っていうところで5時半から打ち上げがありますので、明日に向けてまた乾杯ということで勢いよくいきたいと思います。ということで、最後の曲ですけれども、シャランキューで、僕が一番大好きな曲で、カラオケのお箱でもう200回ぐらい歌ってます。シングルベッド、シングルベッドを歌います。じゃあ攻撃力53万の 曲になりますので、よろしくお願いします。シングルベッド、今日はどうもありがとうございました。お前抱いてた頃
どうもありがとうございました。はい、この後、